阿部野橋ターミナルビル阿部のハルカス、大阪マリオットとホテル、大阪マリオットとホテルは、大阪市阿部野区の超高層ビル、阿部のハルカス内にあるホテルである。近鉄ホテルシステムズが、マリオットインターナショナルと提携し、ホテル運営は近鉄、とホテルズが担当する。ホテルの名称は、両社のホテルブランド、とホテルと、マリオットを冠したものである。フロア構成は、 19階20階の共用部分、38階から55階の客室と57階のレストランに分かれる。標準客室の面積は38平方メートルを基本とし、全客室のバスルームに洗い場を設けるなど、快適に宿泊できる設計となっている。なお、ホテル施設は、横浜ロイヤルパークホテルに次いで、日本で2番目の高さに位置している。 マリオットブランドの日本展開は、東京、名古屋、沖縄に次いで4軒目で、関西では、初となる。客室は38階から55階に設けられており、以下に示す4つのフロア名で区分されている。当ホテルの最上階である57階、約270メートルの高さに位置する、高層レストランである。日本の高層レストランとしては、東京スカイツリーの、 スカイレストラン634、横浜ロイヤルパークホテルのスカイラウンジ、シリウスに次ぐ第3位の高さである。メニューは、欧風料理、日本料理、鉄板焼きがメインで、夕食に限りタパスが用意されている。席数は鉄板焼き、テーブル席、ビストロカウンター、割烹カウンターを合わせて約208席。全席禁煙であるが、 フロア内に喫煙所が存在する。クラブラウンジクラブルームとスイートルーム宿泊者及びマリオットボンボイのプラチナエリート会員以上専用のラウンジであり、38階に位置する。3層吹き抜けで、天井高は約9メートルであり、面積は460平方メートル、席数は77席である。当ラウンジが利用できる客室は、 クラブフロアとコンフォートフロアの全客室とアッパーフロアの各フロア3室に限られ該当する客室のチェックインチェックアウトは原則として当ラウンジで行う。コンチネンタルブッフェ、アメリカンブッフェ、アフタヌーンティー、カクテルタイム、2回のティータイムと1日6回のフードプレゼンテーションが受けられる。19階に位置するブッフェレストランである。朝食、昼食、 夕食の3食とも、ブッフェスタイルが基本であるが、朝食に限り、洋食のセットメニューや和定食などのメニューも存在する。席数は204席で、全席禁煙である。19階フロントロビーに位置するラウンジ。席数は90席で、全席禁煙。19階フロントロビーに位置し、前述のラウンジプラスと生態の位置にあるバー。 席数は58席で、全席禁煙。お酒だけでなく、ボリュームある食事も楽しめる。テイクアウトコーナー。ホテルメイドのスイーツやホテルが厳選したアイテムが、揃えられている。客室はすべてツインルーム、または、ダブルルーム仕様であり、定員は2名を基本としている。クラブコーナーツイン、クラブコーナーキング、クラブジュニアスイートである。ありがとうございます。